聖徳太子天皇寺を建てたまうこと第21今は昔聖徳太子この町に生まれたまいて仏法を広めてこの国の人を利益せむ と思いたまいければ、大使の御恩おじ、貧奪天皇の御世に申し行いて、国のうちに仏法をあがめて道島を作り、他の国より来たれる僧を帰えする間、守屋の大身というものありて、このことを受けずして、 天皇に仏法をわがむることを申しとどむこれによりて太子守屋と仲足くなりたま犬蘇我近江という人を働いて守屋を攻め打ちて国のうちに 仏法を広めむとはかりたまうその時にひとありて守屋に告げていわく大使蘇我の近江と心を合わせて君を打ちたまわむとするしかれば守屋 後の家にこもりいて戦をもうく中富の霞という者も,もまた戦を集めて守屋を助けむとすしかる間この二人の人天皇を呪い立てまつるぞ ということ世に聞こえて、蘇我の大臣大使に申して、共に戦を率いて、守屋が家に行きてせむるに、守屋、戦を、その戦、たけくして、味方の戦、王府して、 見たびしりぞきして戦の後ろに打ち立ちて戦の祭りごとの人肌の皮かつに示して野玉湧く何時たちまちに木を取りて四天王の像を刻みて 髪の上に刺し、矛の先に捧げて、がを起こして野玉湧く。我らをこの戦いにかたしめたらば、まさに四天王の像を表し、た手祭り、地頭を建てむ。と、 曽我の近江もまた核のごとくがを起こして戦う間に森や大きなる一の木に登りて近いて物のべの宇治の狼に起生して矢を放つその矢太志のあぶみに当たりて落ちぬ大志また とねり富の一位というものに酔うせて、四天王に祈りて矢を放たしむ。その矢、はるかにきて、森やが胸に当たりぬれば、木より逆さまに落ちぬ。しかれば、その戦、皆破れぬ。その時に、 味方の戦攻め寄せて守屋が頭を起立その後家の内に打ち入りて宝をば皆寺の者となし荘園をばことごとく寺の寮となしつ家をば焼き払い捨てつ その後に、たちまちに、玉造りの岸の上に、寺を建てたまいて、四天王の像を安示したまえり、今の天皇寺、これなり、大使、定めて、人を殺さむとにはあらじ。 はるかに仏法の伝わらむがゆえにこそは、かの大あらましかば、今にこの国に仏法をあらましやは、しかるにその寺の西の門に大使自ら、釈迦如来天宝臨書、 東極楽道東門中心と書きたまえりこれによりて諸人かの西の門にして三田の念仏を唱う今に絶えずして参らぬ人なし これを思うに、この天皇寺は必ず人参るべき寺なり、聖徳太子のまさしく仏法を伝えむがために、この国に生まれたまいて、もはらがんを起こして作りたまえる寺なり、心あらむ人は各知るべしとなむ、 語り伝えたるとや